よ来たよ。高いですね。このちっちゃいけどタイヤね。さあよいしょー、あ、ちょっと大きいぞ。さっきよりちょっといいぞ。あ、でもドラグ出ないな。あ、方々か。ちょーだけどな。あ、来た、やな。こんな。今当たったけどな。あ、いる。お、いる、来た。お。ちょっとさっきより良さそうやな。来たねー。30あるかな。空に釣らせない。お。サイズ言い当ててどういう顔してる。まだ意外とあるね。なんか最近日本海ばっかやったから。さっき釣れた時だけは針が一本切れちゃったんで終わりです。上島の西側なんですけどね。ここもトリプルショートカーリーに釣れます。赤オレンジ良かったですよね。ないんで。黒も結構日中日が出てる時に。お疲れ様でした。今日はもうほぼ平らばみんでしたけど、ちゃんと釣れましたからね。タイにホウボウ苦手、どっちも小さい方は逃がしました。針ついてる。ん？針がついてる。針がついてる。ああ、仕掛け切れちゃって。そら。またお願いします。お疲れ様です。今日もはいお疲れ様です。今日は疲れた。タイと豆腐をこんな感じで。ほっ。なんか渋みが出てくる香り。もういい年になってまいりました。ね、ほぼす。じゃあこれを調理していただきます。はい。これが。こう。うん。うまい。今のところ予定としては、丹後が本当にブリシーズンになるんで。4月、3月、わかんないですけど、行く予定はあります。いろいろ何回か。であと、日本海の平場も行く予定があります。あと、豚汁も、4月に行く予定はあります。という感じですね。本当に極力ね、釣れてる釣りをね、できればいいと思います。あと、イカもね、行きたいですね。一回ちょっとね、中止になったんで、イカメダルも行きたいなと思ってますね。ご視聴ありがとうございました。新しい動画をアップしましたらすぐにご覧いただくことができますので、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。また動画が少しでも面白いと思っていただいた方は高評価ボタンをポチッと押してください。コメントもお気軽にくださいね。ではバイバイ。